ドラムコーナー立ち上がりですね。噛んだんですかね。これはきつい。これユーフォアと、そしてこれハスミスポーツエンドレス Z、LDZ が突っ込んでおります。大丈夫でしょうか。あっとここでエンドレス Z の元に行った。今柳田選手を、まあ、降りてないんでね、助けに大丈夫ですか、ね、大丈夫でしょうか。ダメージがあるか柳田選手。ちょっと今非常に心配であります。あ、ここでマーシャルか、マーシャルか行きますね、レスキューか行きます。いやいや、それにしてもこの辺りタイヤが積まれているところではありますけども、どうなんですか圭一さん。ちょっとクラッシュ状態がここからだと見えないんで、ただ柳田君がこれダンロップコーナーですもんね、はい、普通だったらすぐ降りてこなければいけないんですけども、降りられない状況なんでしょうかね。 なのかもしれませんね。ヘルメットは見えておりますがね、首を振るような状況で意識はあるようですが、どう大丈夫でしょうか。意識はあるようですが大丈夫でしょうか。さあマーシャル今手を貸しております。どの辺の、ね、ダメージが車にあるのか、今ステアリングを取りました。足を挟まれて投げればいいんですけどね、ちょっと左のフロントがねだいぶ行ってますからね。左のフロントご覧のようにめくれ上がっております。カウル突っ込んでしまった。あ、ちょっと自分じゃ出れない。あ、出られないか。おりますが抱え上げられている。あ、ちょっと肩のあたりも抑え込んでいます、はい、肩も抑え込んでいます。んー、ちょっと負傷したか。はい、だいぶガードレールもへこんでますね。あー、ガードレールも、あー、分かりますね、へこんでますね。アドバンスープラと接触してしまったか。まあ、どういう、ね、形で接触したか、ちょっと分かりませんけどもね、はい、心配ですね。柳田選手がちょっと柳田君の体が心配ですね。あーっと、おっと、これはこれはどこでクラッシュしたんだ。 200R ですね、直線の調子ですね。星野か、星野のマシンですか。ちょっと今この水煙に煙ってちょっと見えません。かなり激しくクラッシュしたマシンです。星野出てこないですね。出てこない。かなり激しくクラッシュしました。ストレートですね。ストレート、これは危ない状況ですね。そうですね、それとも途中です。かなり出てこませんね、はい、かなり大きな、はい、この放送席の斜め前です。星野が出てきません。星野ががっくりとこのちょっとこの首も動かないという状況で今止まっています。このグランドスタンド前の直線の途中で止まっています。まあ、このミネのですね、はい、赤旗ですか。赤旗が出ました。赤旗が出ました。赤旗が出ましたね。赤旗が出ましたので、ここでレースが中断します。レースが中断します。今各チームのスタッフがその星野を助けに行っているという状況ですが、ちょっと心配ですね。あのミネのコースレイアウトの中 で、 ですね、最終コーナーから、ストレートに出るところでですね、はい、少し左に曲がってるわけですね、はい、そこにですね、まあ、山側からですね、はい、川が流れるわけですね、そこに完全に乗ってしまったというところですね。あ、ピットです、はい、星野選手、はい、今ですね、はい、あのみんなが、はい、抱え出している様子ですね。そうですね、はい、非常に心配な状況です、はい、ちょっと星野選手動こうとしないという、そういう姿が見えますが、ちょっと心配ですね。また新しい情報があったら皆さん伝えてください。はい、わかりました。ただ星野選手打球が変えられまして、はい、ピットの方に向かっている様子です、はい、ちょっと意識がないですね。そうですね、ちょっと大きなアクシデントです。グランドスタンド前の直線です。この 900m の直線なんですが、途中で 200R ちょっと緩やかな大きなカーブとしてなっていますが、そこで、スピンしてクラッシュ。コース上でマシンが止まりまして、今救急車に運ばれまして、今から医務室の方へと向かうところです。ちょっと心配な状況です。赤旗が出て今レースが中断しております。トップが25周目に入ったところですね。24周終了ですね、はい、24周終了ということですから、当然これはまた再びこの後そうですね、レースが再開されることですということですね。そうですね、はい、2周目から、レース 75%、はい、その場合にですね計算しますと、はい、47周ですか、はい、47周が終了していれば、はい、その段階でですね、レース成立ということになるんですけどね、はい、はい、
星野選手ちょっと心配ですね。ちょっと今姿が見えましたが、はい、ちょっと動こうとしてないですね。ちょっと意識が、はい、ない状況ですね。はい、はい、ヒットです、はい、星野選手気を失っている状態ですね、今金子監督が後ろからあの車の後を追いかけて行かれました、はい、状況としては、トップフレンツェン、はい、そして2番手のマルティーニを、星野が追走すると、その段階でその星野ファンとしてはですね、かなりその期待できるですね、レース展開をずっと続けてきたわけですね、今そのヘリコプターでその病院の方に、ね、あ、そうですね、病院の向かいますね、はい、おっと、これは大クラッシュ。これはダンロップコーナーですね。ちょっとカーナンバー確認できません。ドライバー大丈夫でしょうか。もう一台止まってる、はい、カーナンバー38、マリラ選手ですね、はい、これは接触ではないですね。ないですね、はい、さあバリラ選手が、あ、ドライバーを探しているようですね、はい、あ、引き出しにかかってます。さあララウリ選手ですね、はい、カーナンバー7アルファブルンポルシェ、はい、ドライバーを、あ、立ち上がりました、はい、はい、いやー、これは、あ、さあ、これで、あ、今降りてきたの、もう一人降りてきたのはフーシェ選手ですね、はい、さあこれで、またペース感が出るようなんですが、こちらが、あ、フーシェ選手ですね。バリラ選手は今マシンに乗り込んで、一応コースに戻ったようですね、はいはい、いや、これ接触じゃないですね。2人ともそのクラッシュした車を見てですね、はい、仲間を助けに行ったわけですね、はい、まあ、すごいですね。その自分の周回数これでだいぶ遅れるわけなんですけども、ね、朝これがスローでの再現ですが、すごいですね。ほとんどボディの形がないという話ですね、はい、まあ、これだけ、転倒してもですね、発火しなかったのが良かったですね、はい、カーナンバー7アルファブルンポジションララウリ選手は大丈夫のようです。そしてこちらはピットイン中のカーナンバー38デンソートヨタ、救出に向かったバリラ選手、そしてこちらもカーナンバー100二席トラストポルシェの、フーシェ選手ですね、はい、まあ、車降りてしまったわけで、6点式のシートベルトっていうのはですね、外してしまうとまたつけにくいんですね、はい、そのためのピットインです。それにしてもこの2人のドライバー勇気があるというかですね、もう称賛されますね、もうレースを捨ててまでも仲間を救おうという、はい、立派な行為です。この日コースはあいにくのウェット、マシンが巻き上げる水が視界をゼロとし、スタート時に大混乱が起こった。ドライバーが脱出していないことを確認した山路は消火器を持ち、燃え盛るマシンに立ち向かった。それから2時間後、レース再開を待つグリッド、山路もそこで再スタートを待っていた。その顔は今人の命を救った男には思えない自然な顔をしていた。それは彼にとって当たり前のことをしただけだから、特に興奮する理由もない、そんな思いを持った熱い本物の男だった。